スカイファイト TV。 はい、ということで、スカイファイト TV をご覧の皆さん、どうも、池田翼です。はい、で今日は何をしていくかと言いますと、スカイファイト TV のね、会社からちょっとあるものが届いたので、早速ね、そちらの方を開封していきたいなと思います。でん、これ見てください、ガチのドローンガチのドローンが届きました。はい、ちょっと早速開けていきたいと思います。いや、すごいな。いや、ずっとスカイファイト TV 出させてもらってて、で、ドローン操作したいっていう風に言ってたんですけど、まさかお家に届くとは思ってませんでした。はい、こちらでーん、テロですね。これ何回も自分たちが出演している動画にね、出てきたと思うんですけど、まあちょっとちっちゃいタイプで、で、携帯とね、連動して、動かすことができるドローンです。はい、開けていきます。じゃーん、中はもうこれ、もうこれだけですね。多分ドローンだけかな。あと説明書かな。うお、すごっ、入っていたドローンですね。テロになります。俺の手ぐらいありますね。セットアップ動画がね、あるみたいなんで、そちらを見ながらセットアップしていきたいと思います。さて、飛ばしていきます。せいせい、うおお、すごいすごい。ほら、ここにここにドローンがいるんですけど、見えるかな。で、今回はね、こちらを使って、ホバリング機能でね、今多分録画できてると思うんですけど、俺の特技をやっていきたいと思います。このルービックキューブをね、揃えることができるので、今からやっていきたいと思います。いやー、やばい、頼む、充電切れないでね。頼む。ちょっと映ってる、映ってる。いいね、いいよ。さあ、ちょっと待ってね。待って、これはこうだから、いや、そんなにね、速いわけじゃないんだけどね。昔、できるようになったっていうね。よいしょ。さあ、ドロップしたよ。ちょっと待って。さあ、持てよ。はいー、どう？打ってる。はい、ということでね、今回はこちらの、テロというね、ドローンを紹介していったんですけど、やっぱすごいね。ドローンってなんかずっと動かしなきゃいけないイメージとかってあると思うんですけど、そんなことなくて、今みたいにね、手を離した状態でも、まあ、ずっとこういう風にね、浮いてて、まあ、そこで映像も撮れるっていう感じで、このホバリング機能っていうのが、まあ、ついててね、すごく扱いやすいドローンでした。はい。で、ぜひね、まあ、ドローン触ったことない方でも、こういうちっちゃいドローンだったらね、まあ、免許とか持ってない方でも、買ってすぐにね、遊べるみたいなので、ぜひね、これを機会に検討していただければなと思います。ルービックキューブどうでした？いやね、小学校の時に一回やり方を覚えたんですけど、そこからね、なかなか忘れることができなくて、暇の時にね、ちょっと頭の台座をがてらに
やってます、はい、さあということでね、この動画はここら辺で終わりにしたいと思います。スカイファイト TV ではこれ以外にもねドローンを使った、動画などが上がっておりますので、ぜひチャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。ということでバイバイ。